大形、CSG ダムの一つ、東別ダム大形、CSG ダムとは、ダムの形式の一つで、砂礫に水とセメントを配合して生成された CSG を大形状に盛り立てたコンクリートダムの一種である。日本において開発された最も新しい形式である。2018年現在日本においてのみ試行されている。CSG 工法の先駆けである。 長島著作ダム CSG とは直訳でセメントで固めた砂礫で現地の原石産で比較的容易に採取できる砂礫に水とセメントを混合した材料である。通常なら骨材を選定する必要があるが良質、粗悪なものを混合することが CSG の肝である。大形状にしたのは経済的、強度的にダムとしての必要条件を満たすためである。 財団法人ダム技術センターが開発したダムであり、河川管理施設等構造例の適用除外規定における大臣特任制度適用ダムとして申請された。CSG 工法としては、1999年3月に長島ダムの上流仮締め切りで施行されたのが最初であり、長期供用する河川施設としては、同じ長島ダムの著作ダムに適用された。 貯水ダムとしては2005年に沖縄県の奥州ダムが第1号に認定され着工されている。ダム本体工事において設計、施工材料の合理化が最も重要となっているが、大形 CSG ダムについては材料採集の勘弁化による材料の合理化が最たる特徴である。また、それに伴うコスト縮減や ダム現場周辺の良質な材料の採取が難しい状況やコスト縮減等の観点からダム形式をロックフィルダムや重力式コンクリートダムから国土交通省の了解を得た上で変更した例も見受けられる長島ダムの上流仮締め切りをはじめいくつかのダムでダム本体施行に向けて着実に実験的に試験施行は実施されたが長期的な供用に対する 安全性などについては、現時点では未知数である。大形 CSG ダムは日本においてのみ、北海道の東別ダムと沖縄県の金ダムの2カ所が、完成、運用中で、3ダムが施行中で2ダムが計画中である。なお、滋賀県の北側第1ダムと北側第2ダムについては、鳩山幸男内閣の国土交通大臣であった。 前原政治によるダム事業見直し政策に伴う国土交通省による事業検証の結果、2012年に事業が中止されている。当時計画中の4ダムに関してもすべて事業の再検証が行われたが、いずれも事業を継続することとなった。ありがとうございます。